オウスクネは、日本書紀等に伝わる、古墳時代の豪族で、出雲国像の一人、おう足厚命とも、古事記には彼に関する記載は存在しない。オウスクネは、おう足厚とも表記されるように、お境とは、王のことで、出雲国王軍を支配した豪族の出雲国像である、ことを意味する。日本書紀末第第26には、659年ゼドし 出雲国像に命せて、神の宮を、お岩をいおわしむ。狐、お友軍の役長の取れる、クズの末を、こうひたちてさぬ、を収蔵させられた。その時狐が、王軍の駅府の取ってきたクズを見切って逃げた、わけ、宇じかにたけしとある。この話は、天智天皇の御子の剣王が推しであり、古事記中間や、初期巻期、第六に現れている、追人天皇の御子、 駒列別名の古事と大いに関係がある。出雲国風土器にも同様の物語が見える。日本初期巻第十一には応神天皇崩御後のぬかた大中彦美子との和の遁殿と見分けをめぐる葬儀のことが記されている。大薄船はこれらの土地の遁殿史であったが、ぬかた大中彦美子がここは山盛りの干渉するところであるから明け渡すようにと要求してきた。 不服を唱えた、彼は、都道地イラツコ、その後大味噌サザイソンに訴え出た。シンガ・ニンデルトン電は大中彦込子、虚偽手直らしめず大味噌サザイソンは、和直の祖先であるマロに尋ねたところ、現在韓国に派遣されている、弟のアコカゴが知っていると答えた。そこで、ここに、大味噌サザイソン、お境にいいりていわく白、鹿、ミラ韓国に去りて、アコカゴを、完成。 それにちやかねて、急にされとのたもう。すなわち、淡路の解任八十を指して、水手とす。ここに、お酒韓国に去りて、すなわち、アコカゴをお立てきけり。お呼んで来い。昼夜健康で行けと。そして、淡路の解任体制を使わして、水手とされた。おうは韓国へ行って、アコカゴを連れて参り来た。アコカゴは、土地は、天皇のものであると説明し、 事態は解決した。しかし、事態は、ぬかた大中彦巫子の弟である大山守森美子の反発を招き、後位高層劇へと発展していった。古事記にはこのエピソードは存在しない。王軍は、出雲国の国府が設置された場所であり、国分寺、国分ラマも建立され、古くから出雲国の中心地であった。古代の農業は、自然考えによるものであったため、 地域を流れる大川のような小さな川が、農耕社会にとってより適したものであった、と門川玄義は述べている。前述の熊野大社には、植物神、串ゴキや命が祀られ、その神を祀った司祭者も、新婚神社に祀られている。後の出雲国造家である。加藤義成によると、大氏は、もともとは、大地域の豪族だったものが、大和政権との関係で、 出雲を統合し、国全体の主張にのし上がってきた。そのことは、熊野大臣が国つかみではなく、天神神に分類されているところから想像でき、本来の出雲氏は、出雲国西部のヒーガー流域に、木月大臣を報じた勢力であっただろうとしている。大ウ平野における発掘調査では、とりわけ、国府跡の下層にある五世紀代の主張拠官以降からは、 朝鮮半島系の土器が多数出土しており、トライ人の定住に王軍の主張が関与していたことが伺われ、そのトライ人らを用いて、王川の付け替え工事も行われたらしいことも判明している。港にあたる夫式遺跡からも半島系土器が出土され、隣接地には、あたかよる神社という半島由来の名前とおぼしき、神社が鎮座している。これらの事情は、 大平へを地盤とする豪族が、大和王権の権威で半島と交渉を行っていたのではないか、と、千淵春一は述べている。物語に登場する、淡路の水手に関連して、初期巻期、第六の一書に伝える雨の日穂子伝承の異文では、はじめ雨の日穂子、手に乗りて、針馬国に泊まりて、思想優にあり。時に、天皇、三輪君が、相応ともしと、 は直の祖長美子とハリマに使いして、アメノヒボコを問わしめて曰く、何時はタレビトかつ、何の国の人ぞとのたもとあった後に、八者の神宝を日アが、朝廷に貢献し、直おりて、アメノヒボコに、巫女の利曰く、ハリマ国の思想優と淡路島ので朝さゆうと、ゼノ二の優は、何時、任意に入れとのたもと淡路島ので朝さゆうの二つに、 何時の心のままに住みなさいと言われたとなっている。これは、当時の朝廷が、非課人の一時的な居留地として、現在の兵庫県にあたる二つの地域を指定しており、和字らが交渉を行っていたことを示している。南淡路市の木戸原遺跡は、干式土器や海上祭祀に用いたと推定される金手子、毛抜き上鉄製品など、トライ品と思われる遺物が多く出土している。 トライ系以外の土器出土品では、機内で多数出土される、東海系土器や、水液の月、蓋を模倣した内外面に炭素を付着させた黒色土器もあり、類似の末液模倣外付きは少し後の遺跡から、築前国有、明海沿岸から集中して発見されている。また、同遺跡には、柵で囲まれた大型の堀り立柱建物、縦穴住居が存在し、 これは都来人の臨時収容施設ではなかったかとも想定されている。近隣のアメリ遺跡からも松江市玉湯町河川さんから算出された壁玉の原石が出土している。このように5世紀末には淡路島が出雲と山とを結ぶ交通の結節地点であり、淡路の解任集団が大朝鮮貿易で重要な役割を果たしていたと推定されている。ありがとうございます。